はい、HR チャンネルの澤田です。今回は Indeed、求人ボックス、スタンバイ、これらのサイトは検索エンジンの順位はどんな感じになっているのかということについてですね、調査した結果をお話をしていきたいと思います。今回はビッグキーワードを中心に調査をしています。なんとなくですね、 Indeed が強いということは分かっていても、実際比較するとどれくらい差があるのかっていうのはですね、実際調査したことない人多いんじゃないでしょうか。ということで早速本題に入っていきたいんですけれども、いきなり検索順位の話だけされてもピンとこない方多いんじゃないかなと思いますので、少しだけですねキーワードの順位の重要性だけ先にご説明させていただければと思います。はい、これは海外の会社が調査したデータなんですけれども、各検索順位のクリック率ですね。クリック率というのは何回表示されて何回クリックされたかというデータでして、100回表示されて10回クリックされたらクリック率は 10% ということになります。この図の見方はランキングと書いてあることところですね。これが検索順位です。つまり1位を取った記事というのはだいたい100回検索されたら 28.5 回はクリックされてますよということになります。これを見ると1位が 28.5、 2位が 15.7、 3位が 11% ということで、1位と2位では約2倍ぐらいクリックの数に差があることがわかります。4位になるともう 10% をこれも切ってしまってるんですね。見ての通りなんですけれども、1位を取れば圧倒的に優位になって、せめて2位から4位ぐらいに入らないと、クリックをなかなか集めるのは難しいかなというようなイメージかなと思います。ちなみにキーワードにも、ビッグキーワード、ミドルキーワード、スモールキーワードというのがありまして、細かい境目というか明確な定義はないんですけれども、例えばこんな感じですかね。この括弧の中の数字が Google の月間の検索数になるんですけれども、東京、求人といったような検索数が多いキーワードは競合も多くてかなり上位を取るのが困難と、こういうものをビッグキーワードと呼んでいます。しかしですね、1位を取ればそれだけで多くのユーザーの流入が見込めるということになります。対して検索のボリュームが少なくなればなるほどミドル、スモールというふうに下がっていって、競合も少なくなり取りやすくなっていきます。何が言いたいかというと、ビッグキーワードは効果が高い分上位を取りにくいので、取っていることはすごいことだということになります。はい、それでは今回の調査方法だけ少しだけご説明させてください。今回調べるのはこの2つです。まず1つは地名×求人、例えば東京求人とか神奈川求人とかですね。2つ目は職種×求人、システムエンジニア求人とか事務求人とかですね。どちらも検索ボリュームがあるビッグキーワードと言えると思います。ちなみに職種は考えつく限りたくさん用意をしてみました。これ全部ですね順位調べています。こういった大きなキーワードはIndeedが出る前はタウンワークとか大きな求人媒体が占めていましたが、今はどうなっているのでしょうか。さあ見てみましょう。では早速求人と地名に行きましょう。インターネットにおける各サイトの地名ごとの強さですね、求人サイトとしての強さというのがこの調査で分かってくるかなと思います。ちなみにこのツールはランクトラッカーといいまして、登録したサイトがどのキーワードで検索順位が今どれぐらいなのかというのを調査してくれるサイトです。この Google ランクと書いてある部分見ていただきたいんですけれども、例えば三重県求人と検索をしたときに Indeed は1位、求人ボックスは3位、スタンバイは35位ですね。こういう風な見方をします。まずインディード見てみると、さすがですね、これ1位に並び替えるとですね、もうほとんど1位1位1位と、もう1位尽くしです。47都道府県中42県が1位で、他のキーワードも全て上位3位まで入っているというような形になっています。ちなみに求人ボックスもですね、1位は3つしかないんですけれども、他はもうほとんど上位3番以内に入っているという感じです。スタンバイは残念ながら上位3位に入っているキーワードというのはありませんが、ほとんどですね50位以内には入っていますので、これから徐々に上げていくんじゃないかなというような感じです。これだけでも、もう現在仕事を探すサイトというカテゴリーにおいてはですね、圧倒的に Google から認められているというのが、このアグリゲート型サイト、Indeed求人ボックス、スタンバイということがわかります。そして今存在している求人サイトで、集客面において間違いなく最強は、もうこれはもう Indeed ということで差し支えないかなと思います。素晴らしいですね。ビッグキーワードも例えばこれ徳島県求人とかも、県名求人ってもうビッグワードですよね。たくさんの人が検索しているワードなんですけれども、これでもう1位をもう獲得し続けるという、もうこのサイト、もう化け物みたいなサイトですよね。求人ボックス、スタンバイも相当頑張ってると思いますし、やっぱり今このアグリゲート型っていうサイトが
Google ではすごく認められてるんだなと、これを見てすごく思います。ちなみに面白いなと思うのが、例えば Indeed、 これ2番、2番、2番ですよね。そしたら求人ボックスが1番1番1番を取っているということで、 Indeed が1番ザーッと取っているところに関しては、求人ボックスもほとんど2番取っていると。なのでこのビッグキーワードに対してはかなり Indeed と求人ボックスが占めていて、ここで今もう競い合ってるっていうような感じですね。もうちょっと下行くとですね、求人ボックスも3番になってきて、間何か入っている、おそらく求人サイトだったりとか何か専門サイトだったりとか入ってるのかなと思うんですけれども、今も全体像としてはこういう感じ、インディード求人ボックスの2強といっても過言じゃないかなと思います。求人ボックスの方もですね、価格コムさんですね、食べログとか価格ドットコムとかやられてる会社なんですけれど もうみっちり SEO のノウハウがあってしっかり対策されてるっていうような感じだと思いますので、ちょっとインディードさんはですね、なかなかうかうかしてられないんじゃないかなというような気がしますね。今後の検索順位も追っていきたいなと思っていますので、楽しみですね、この推移が。はい、それでは次ですね、職種と求人のキーワードですね、見ていきましょう。これもですね、かなりインディード強いです。114件中74件が1位、サインに入っている数字で言うと114件中104件ですね。もう凄まじい数字です。もうほとんど1位、ほとんど上位3番以内という数字になっています。ちなみに、求人ボックスに関しては114件中1位が3件、これだけですね。3番以内に入っているのは、24件という感じです。あとはこう、そうですね、12位とか13とか15とかありますけれども、これでも十分すごい、インディードが強すぎるだけで、これも十分すごい結果だと思います。スタンバイに関しても、でも結構取れてますよね。順位は5番6番8番9番、下行くとですね、15番とか20何番、ちょっとこの辺は県外というので50番以内に入れてないというようなことになっていますけれども、スタンバイも相当順位を上げてきているんじゃないかなと思います。なのでですね、どの職種がどの媒体が強いかとかって話をするとですね、もうほとんどインディードが強いともう結果になってしまいますので、あんまりこの論じる意味はないのかなという気もしてくるんですけれども、結局ですね、これもどの都道府県によるかっていうところもあるのかなという気もするので、全部試してですね、どれがいいかというのはやってみていただくのが一番いいのかなというふうには思います。でここまで来るとですね、気になるのがインディードさん1位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 ってずっとなってるんですけど、じゃあ1位じゃない場所って代わりにどこが1位取ってるんだというのが気になりました。なんでちょっと調べてみたんですけれども、例えばですね、医師求人、これが1位なのは e ドクター、もう完全に医師の求人サイトですね。やっぱり専門サイトっていうのはそのキーワードではかなり強い、Google も専門性のあるサイトを上に上げるっていう風にしていると思いますので、やっぱり強いんだなという気がしますよね。IT エンジニア求人だと、ちなみにこれマイナビ転職なんですね。マイナビ転職のトップページではなくて、マイナビ転職の中の、システムエンジニアのページっていうんですかね、求人情報が載っているページが1位に入っています。やっぱりですね、オールジャンルで、この辺インディードいますけどね、オールジャンルで1位を取れるっていうところまではまだ行ってないかなというようなイメージですね。薬剤師求人はちなみにグッピーなんですね。薬剤師系の求人サイトも本当いっぱいありますね。2番、薬剤部とかこの辺り有名かなと思うんですけれども、はい、ということでですね、何でもかんでも全部1位を取れてるっていうわけではないです。特にですね、歯科衛生士もそうですし、エンジニア系もそうですし、あと薬剤師医師もそうですよね。専門サイトっていうのは他にももっと専門的なサイトがあるので、インディードは負けてしまってるのかなという気がしますし、今後もちょっと勝ちに行くのは難しいのかなって気もしてくるんですけれども、総合的に見るとやっぱりインディードは求人サイトとして最強だということがわかりますね。はい、それではまとめに入ります。まず検索結果は皆さんが思っていた通りだったんじゃないかなと思うんですけれども、インディードが圧倒的に検索順位が高いという結果になりました。そして求人ボックスもキーワードによっては1位を獲得しているものもあって、インディードに肉薄しているというような状況ではないかと思います。今後の展開次第では徐々に検索順位がひっくり返されていくような、可能性も感じますね。スタンバイについては検索順位をまだまだというところではあるんですけれども、徐々に上がってきているような気がしますので、
これから期待というような感じですかね。検索順位は日々変動していますし、力関係もいつどうなるか分かりません。検索順位が上がったからといって広告効果が上がるとも限りません。どの媒体の広告が成果がいいのか、敏感にですね、変化を察知できるように全ての経路から集客できているような状況を常に作っておいて、各データを毎月細かくチェックしていくというのが一番いいと思います。次回はですね、もう少し細かいキーワードを見ていければと思っています。例えばそうですね、職種名と地域とか、またお楽しみにしていただければと思います。このお話が良かったなと思う方がいらっしゃいましたら、高評価コメントよろしくお願いいたします。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。